埼玉運輸支局埼玉運輸支局は国土交通省の地方支分部局である運輸支局の一つ。関東運輸局管内で埼玉県内の業務を取り扱う。埼玉県埼玉市西区に所在し、参加に参加所の出先機関を有する。開示部門の業務のうち、船舶登録関係の業務は扱わない。戦後の一時期は県庁所在地である旧浦和市に、 運輸支局があったが、近隣の日急に免許センターがあったこともあり、隣接する旧大宮市郊外の現在地に移転した。発行ナンバープレートは当初は先であったが、1975年に埼玉ナンバーから大宮ナンバーに変更されたため、県庁所在地である浦和ナンバーは誕生しなかった。旧浦和市と旧大宮市が合併して埼玉市となった後も、 埼玉ナンバーに変更されていないため、県名と県庁所在地名のナンバープレートの両方がない、全国で唯一の運輸支局となっている。県庁所在地名のナンバープレートがないのは、他に、甲府、津、大津、松江、松山、那覇がある。また、廃止された氏名を使用するナンバープレートとしても、全国唯一である。合併後、埼玉ナンバーが、 たびたび検討されているが実現には至っていない。四文字のナンバープレートとしてはすでに、尾張小牧、伊勢島がある。また、旧浦和市の人口が、旧大宮市より多く県庁所在地でもあることから、浦和ナンバー創設の要望が長らく続いており、埼玉市議会でも議題となることがあったが、実現には至っていない。ご当地ナンバー制度を用いて、 埼玉ナンバーを導入する議論もあったが、埼玉市内で導入した場合、埼玉市以外に旧大宮が残ってしまい、ねじれが発生してしまうことから制度を使えず、変更する場合すべてのナンバーを埼玉で発行する必要があることから見送られた。なお、大阪市内に何はナンバーが誕生し、ねじれが発生した事例はある。なお、埼玉市に隣接する川口市、越谷市では、 2014年にご当地ナンバーとして、各一市単位で、川口ナンバー、越谷ナンバーが創設されている。川越ナンバーが始まります。平成18年10月10日、甲府海市国土交通省関東運輸局、埼玉運輸市局 ABCE 自前港、時沢鉄をご当地ナンバー、ピカピカの越谷ナンバー、導入祝い出発式、妖怪路の鉄を デザイン、川口ナンバーも、毎日新聞浦和 v s 大宮社のご当地ナンバーでも得るライバル心、アエラ2013年7月15日号。ありがとうございます。